兄と妹、あたしとお前、昨日のあたし、塩対応。だからお詫びにこれあげたいよ。え、何？クラスで流行ってたから買ったけど。気に入ったみたいだ。よかった。そんなに面白い。これは哀れと同様、平安時代の授業中に隣の阿波連さんをじっと見つめて。何？あの技。いや、感心してる時ではない。わからない部分をそっと教えてあげているのね。なんという優しさ。無意識に回してた。何それ、怖い。阿波連さん、阿波連さん、ちょっと、いや、完全に中毒になってる。これは早く何とかしないと。阿波連さんの将来が心配に。